この番組はサラダコスモ、チコリムラ、その他ご覧の各社の提供でお送りいたします。皆さんこんばんは。日曜日の夜8時、ちょっとホットタイムの時間がやってまいりました。本日ナビゲーターを務めます山内しえです。今夜も1時間内容の濃い番組をたっぷりとお届けいたします。お付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。では最初のコーナーは健康あんじゃない体操のコーナーです。テレビの前の皆さんもぜひご一緒にどうぞ。それでは VTR スタート。今回は恵那市立長島小学校朝顔学級の皆さんの校歌を題材にオリジナルの体操を作る取り組みをご紹介いたします。お願いします。お願いします。はい、綺麗ですね。皆さん頑張ってらっしゃいますね。綺麗ですね。足と足、お膝とお膝の間にちょっと握り拳、グー握ったのが一つか一つ半ぐらい空いてると座りやすいです。お膝くっつけちゃうとしんどいので、ちょっと離しましょう。お膝と膝の間で離しましょう。そうです、そうです、そうです。お、綺麗です。そうすると、お腹に力が入るから、背骨がまっすぐになると思いますよ。そうです、綺麗です。息ちゃんと吸ってますか？緊張してない？大丈夫？あ、意識変わってきたね。みんな綺麗になりましたね。そうですね、はい。足はちゃんと床についてますか？かかともつけてますかね？はい、綺麗です。私は手先が不器用な時の運動を習ったので。はい。覚えてますか？覚えてます。はい、やりましょうか。はい。そう、グー、パ、グー、パ、グー、パ、そう、親指を中に入れたり、外に出したり、中に入れたり、外に出したりするんですね。で、パーをしたときに、お指全部しっかりと開きましょう。そう、お肘もしっかりと伸ばして、グー、パ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 、そうです。あ、素敵です。はい、しっかりとできてますね。はい、ありがとうございます。はいはい。あ、他に動きはありますか？他に動きですか？いっぱい今のグーパーグーパーができたら、この手を開いたまま大きく円を描いて、またグーで結ぶ、開いて結ぶ、開いて結ぶ、開いて、結ぶ。で、これも、そう、結んだときに、先ほどのグーパーグーパーしていただいたときの、親指を上に上げて結んだときに中に入れるのと、開いて、親指を外に出すのをやっていただけると、もっと難しくなりますね。そう、上に上げたときに、グーをしていただくときに、そう、お手で結ばないで、それぞれの手。グーを開いて、グーを中に入れるのも、開いて、グー、開いて、親指を外、開
開いて親指を中、開いて親指を外。そうそうそう、それやっていただけるともっともっと難しくなってくるんですけども、大きな動きになってくるから楽しくなりますね。他にもいろいろなことをやりたいなと思いました。結構疲れましたね。疲れたね。でも一生懸命頑張ったね。ありがとうね。はい、いつもランニングばっかりだったけど、こういう体操もいいなって思いました。この体操を本当に子どもたちはよく覚えていて、
さっきもパパパパッとこう並べれたのですごいなと思いました。で、好きなんだなと思いました、体を動かすことが。今こちらにいらっしゃるのは、日本大正村財団法人、公益財団法人の日本大正村の、はい、角野幸次郎さんにお越しいただきました。どうもよろしくお願いいたします。お願いします。あ、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。どうもよろしくお願いします。お願いいたします。もう角野さんにはね、もう講師ともにいろいろ私もお世話になっておりまして、田淵さんにいろいろ宣伝してありがとうございます、ね。ということで、先ほどもね、ちょっとこの大正村の司横記念館のこの共通券のことをね、ちょっと宣伝したんですけど、加藤さんせっかくいらっしゃいましたので、加藤さんからお話を伺いたいと思いますけども、加藤さんの方から、この今回の変更についての少し情報をね、皆さんにご紹介していただけたらなと思うんですけども、今回どういうふうに変更になりましたか？あ、はい、そういうことですね。3月の28日に、昨年の3月28日に、司横記念館が、オープンをしまして、より多くの方にこの記念館を、見ていただくために、今まであった、大正ロマン館、大正村資料館、大正時代館3館の共通券に含みまして、司横記念館を受け4館の共通券として、販売をすることになりました。1月の4日からです。ぜひ皆さんに見ていただくためにと思いまして、あとはまあ、やりやすく記念館を見ていただくためにと思いまして、計画をしました。はい。4館共通券でおいくらになりますか？はい。一般ですけど、大人700円です。はい。で、小中学生が、小中学生は、500円になります。はい。また団体割引もあるようですね。あ、はい。20名以上の方での団体で大人600円、まあ、小中学生が400円として100円引きになっております。はい。それから、体の不自由な方々もね、障害のある方々も、割引があるということで、それもちょっとお伝え願いますか。はい。はい。障害のここですね。はい。障害者の方なんですけど、大人方は400円、小中学生は200円。また、20名以上団体ですと、300円、小中学生は150円というふうになっております。はい。ちなみにですけども、この司横記念館はさすがにちょっと2階まで上がろうと思うとエレベーターがないので、ここの石段とかはバリアフリーというか車椅子 OK な対応に1階部分になっておりますので、それぞれ の記念館ごとにまた
あのそういったバリアフリーの対策もあの、まあ、全面的にというのはなかなかね、あの昔の建物がもうありますので難しいですけども、まあ、いろんな方々に、ね、お越しいただけたらいいなと思ってますので、ぜひぜひお越しください。それからちなみになんか共通券については何かまたさらに割引が、いろんな割引があるそうですね、はい、それちょっとなかなか皆さんご存じないので教えてください。ですね、まあこの共通券なんですけど、会員証を、提示しますと100円割引となります、はい。それは例えば、JAF に入っている、あとはイオンカード、これはアタッククラブというのはこれ JA のバンクの、関係です。あとはタイムズクラブ、ベネヒットワン、あと名鉄観光の見つけ旅、あとはジョイセブン、まあ、この辺だとよくジョイセブンに入っている方が見えると思いますので、その方たちには、今の100円の割引になっております。ですね、今先ほど言いました、一般大人700円ですけど、それが600円になります。で、ただここの1巻のみっていうのは1巻だけ見ると300円ですので、まあ、4巻見ますと要は1200円かかるところが、まあ、今の700円ないし、割引の600円で見れるっていうことですので、はい、大変お得になっておりますので、ぜひ、共通券を買っていただいて、また、先ほど言ったように、まあ、会員証ですね、で割引を受けるようなで見に来ていただければとありがたいと思います。私ね、一つ提案というか、この明智町とかあるいはこの京南、まあ、江那市の皆さんにぜひぜひお勧めしたいことがありまして、それ何かというと、あの東大元暮らしって言葉がありまして、地元の人間ってなかなかね、あの例えば明智で言いますとこういったあの資料館とかこう記念館ありますよね。でもあることは知っててもね、中にどんなものがあるかとか、どんなような言われがあるとか、そういうことはあまりみんな知らないですよね。私と住んでる岩村でも、まあ、いろんなあの資料館あるんですけど、本当にちゃんとその言われ、あるいは中身知ってる人がどれだけいるかというと、あの観光案内の方々はめっちゃ詳しいですけど、一般の町民の人ってね、あのアルゲナっていう、ね、あるらしいっていうことだけは知ってても、なかなかねそれが知らない人が多いので、あのこれを機に一度あの、まあ、ちょっとお暇な時見つけて、あの明智の町内の方でもね、あのこういった共通券で、そして見て回って、で時にはこうやってサボでコーヒー飲むとかね、そういう風にしてもらえると、きっとね、あの観光客、遠くからいらっしゃった方にも当然この共通券で見てほしいですけども、その地元の方ももう一遍改めて自分の足元を見直すつもりで、こうやってね回ってもらえるといいなと、そのような提案をしたいですよ。ああ、ありがとうございます。ぜひぜひ。はい、そうですね、あのこのいつでも見れるっていうようなことで、あいつ見てもでも見るので、あ、じゃあ今日はね、またいつかは見ようかっていうようなことで、なかなかね、あの見に来ていただけないということがあって、まあ、それを、ね、あの再確認するためにも しっかり、ね、あの中見て、中を見ると本当にあのいい、いろんなあの、ね、展示物がありますし、ここをよく見てみると結構、ね、4巻見ますと本当に2時間ぐらいはしっかり時間かかるなと思いますので。ですね。はい。でね、もう一つ実は提案がありまして、これはもう YouTube、もうこの番組初公開で私が考えてたアイデアなんですけど、例えば、ここ、あの、塚瀬古記念館よりもうちょっと山の方に行くと、大正ロマン館がありますね。あそこはあの楽器、アコーディオンがものすごくいろんないいアコーディオンがあるんですよね。はい。ね、それで、あれアコーディオンがね、あのあんまり素人の人は構わない方がいいと思うんですけども、あのちょっと腕に覚えのある人ね、そういう人のね、あの例えばまあ今はもう亡くなっちゃう、あのもういらっしゃいませんけど、横森良三さんとかね、アコーディオン弾く人がいて、今で言うとコバっていうね、そういう人がいるんですけど、うん、あのまあそれ級の人がね、みんな来てね、アコーディオン大会とかね、そういうコンテストやって、はい、アコーディオンのっていうのは、なんでかというと、あの NHK の朝の連ドラなんかでもあれですよね、ワロテンカなんかでも使われてましたよね、あそこのアコーディオンが。ね、はい、なので、はい、あそこのアコーディオンを飾っとくだけじゃなくて、うん、音を出して、で、いい音を奏でた人に、なんかこうね、本当コンテスト的にね、なんかあるいはコンサートとかね、そういうので、あの例えば、これ慎重にやらないとね、あの貴重なものなので、うん、でもちゃんとあの分かってる人が使えばいいと思うので、はい、そういうイベントをやったり、うん、あるいはこの司陽子記念館は司陽子さん の舞台衣装というかドレスなんかが飾ってありますよね。そうです、あの、はい、靴とかね、はい、なので例えば司陽子記念シンデレラコンテストみたいなのして、
あの 足だけのその美脚 の, あのコンテストとか、あるいはあの衣装松笠陽子さんの許可を得て、あのあれをあのまとって、でファッションショー開くとか、めったやったらにはできないんですけども、そういったここにあるものを活用して、そしてちゃんとあの許可を得た上で、そして専門家の人のちゃんとあのそういうことを得た上で、そういうことをやったらね、もっともっとみんな、あ、塚瀬陽子さんのドレスを私着てみたいとかね、なんかそんなような企画ね、いっぱいなんか考えたら、明智ってある意味そのものすごく古い時代も、確かにあの戦国時代もあると思うんですけども、その現代的な、あるいは明治大正昭和の時代のその文化遺産を使った、でなおかつそれを自分が身にまとったり演奏したりできるっていうね、そんなことをちょっと考えてみたりしたんですけどね、そんな企画ダメですかね。そうですね、一度ちょっと、セック理事長と、はい、一回ちょっと、はい、協議して、ね、はい、ね、はい、そう、ここでね、いいとかいかんとかいう問題でもないので、でもね、そうやって考えると結構楽しいっていうかね、うん、見て、あ、中にこういうものがあるようだけじゃなくて、うん、なんかそういう企画ができるとね、そうですね、実際に触ってとか、そういうのがあると、うん、やはりね、本当に見るだけよりもこういうふうに触ってたり、例えば衣装を着たりとか、うん、まあそういうことできれば、またね、やっぱりね、まあ、あれですね、一回は多分見に来るかと思いますけど、うん、要は何回も来ていただけるっていうような、そういうようなで企画をすれば、やっぱりいいですね。参加型のね、はい、そういう企画をね、ぜひぜひ、はい、もう私簡単に、明智町民でないので、今まで町民なので簡単に言っちゃいますけど、うん、なんですけど、ぜひね、なんか明智ではそういう点で、なんか可能性があるなと思いますので、ぜひ今後とも、今年度もですけど、来年度もぜひこの場活用していただいて、こういう形で定期的に、YouTube 生配信させていただきたいと思ってますので、はい、今後ともお力添えのほど、一つよろしくお願いします。ぜひ宣伝していただいて、はい、ありがとうございます。ということでね、この4巻、3巻共通券が4巻共通券になりましたということで、今日は、特別にもうね、もう無理やり、もう俺はええでというのを引っ張り出しまして、公益財団法人の日本大正村、の、常務理事の、角野幸次郎さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもすいませんね、無理やり。本当に無理言ってごめんなさい。どうぞおかけください。はい。はい。もう嬉しいです。私ここ出ていただいて、以前にもね、通りがかったお客様にお願いしたことがあります。こんな感じになってますね。全然顔がわからないけど、大丈夫ですか？ほら、マスクばっかりになっちゃってますよ。これ。ね、今日は楽しいお友達とのお茶会に見えました。そうです。おしゃべりしに。あ、そうです。里帰りをしてくると、誘ってくれる友達なので。ここ出身で？あ、そうです、ね。で、今他のところに。幼友達、はい。あ、いいですね、はい。お正月な感じですね。はい、なんか里帰りな。あ、そうなんです。今はどこに住まわれてるんですか？私は奈良の山。奈良？はい、大和郡山っていうところ。大和郡山。遠い。遠いですよ。あ、お城なんて。あ、そうです。郡山城跡、はい、城址が、はいはい。
そうなんですか。すごい遠くにお嫁に行かれちゃったの。でも、もうよく帰ってきますけど、こちらに。あの、車で来られてる。いえいえ。新幹線に乗って。いえいえ。あの、あ、車です。あ、車で。うん、あの、実家の、うん、実家の妹の送迎で。うん、あ、送迎です。それ、そりゃいいですね。はい。あ、そう。毎月ほど。うん、それは、あの、嬉しいですね。ね、方もね。でもね、こちらへ来たら、この辺ブラブラ散歩して、うん、でもさっきおっしゃってたみたいに、うん、本当に地元なのに、うん、あの私ここへ入ったの初めてですよ。だから上のあの建物にも入ったことがないし、うん、地元なのに本当に知らないんです中をね。いくつまで、あの、この空き地でいらっしゃいました。高校卒業するまで。あ、じゃあ18ぐらい、ね、そうです、はい、その後ずっと外に出られて。そうなんです、はい。まあ、割と、うん、あのつい最近までいらっしゃって、もうね、あの、だからこういうふうに体操もなってできたのはもうここに住んでなかった。あ、ね、そうなんですか。三十何年になりますけど。そうなんです、ね、だからね、まあ、この辺ブラブラするのも珍しいですけども、珍しい。もうでも逆に観光客気分で楽しいですよね。そうよね、はい、うん、ちなみにいらっしゃった頃の、住んでらっしゃった頃の明智のイメージどんな感じでした？いや、もう何もないところでしたので、とにかく観光地ではなかったので、うん、なんかいっぱいある町でしたよね。そうです、あの明智ハイカレンダーとかね。あ、そうなんです。町の中にドーンとね、工場があったので、なんか働く人の町みたいな感じでしたよね。うん、でも、あの、その古い建物がしっかり残ってたってすごいですよね。そうですね、他のところはみんなね、なくなっちゃってたのにね。そうですよね、うん。ちなみに学生時代にこの辺りにあった美味しいお店とか、何か思い出に残るいろんな、なんかこうレストランとか、なんか食堂とか、なんかあります？ないです。私は本当になくて、何も思い出の、うん、食堂とかそういうのがないんですけど、例えばグリル田中とか。あ、グリル田中さんはうち、あの、実家の裏側になりますので、あそこのね、味噌カツ丼ですか、はい、昔から有名だったんです。知ってるじゃないですか。美味しかったですね。ね、あの通りだったら、じゃあ常さんの豆腐とか。あ、そうです、そうです、ね。ご存知ですか。知ってますよ、伊藤さんのとこね。はい、常さんの豆腐、常さんでしたら、あの方の家の実家の前、向かい側、こっちの。あ、そう、あの、あなたに。ね、常さんもね、紙芝居やってらしたんですけど、おじいさんね、亡くなっちゃったんだけど、そう、知らないです、うん、あの紙芝居よくね、この大学とか、そうなの、うん、それいつ頃ですか。もう20年ぐらい前かな。あ、そうですか。じゃあ私がもう向こうへ行ってから、だから知らないですね、うん。つねさんの豆腐って今バローで売ってる豆腐ですよね。そうそうそう、もうからも何でも売ってますよ。そうなんだ。美味しいお豆腐屋さん。割とじゃあ、ま、町の中に住んでみた、ね、あの実家はね、うん、はい、町の中ですけど。ということは何も思い出話がなくて。いや、でもあれ、じゃあ、まだ木造校舎の頃の明智小学校。そうですよ、もちろん。中学校も。あ、そうです、そうです。マジっすか。マジっす。あの、高校も、私も、あの、小中高と明智だったんですけど、はいはいはい、高校の入学した時も、まだ木造の校舎で、在学中に改、あの、あ、改築、改装したんですけどね。そうなんですよ。木造の。懐かしい。え、ご存じないの？え、明智の小学校で。いや、あの岩村です。うん、だからね、ご存じないですよね。いや、明智の知ってますよ。縁があったってことですね。まあ、いろんな縁が。まあ、いろいろ知ってます。はい。
いや今はときめくね、あの一時期大正村はすごいガーンとね、あのテレビとかもいっぱい来て、でその後ねちょっと下火だったけども、またね、あの村長さんね、竹下恵子さんにまでね、あの変わる中で結構テレビにも取り上げられてね、あの料理列車もね人気ですし、そうですね、そうね、私もね料理列車に乗って、あの増酒列車っていうのに乗って、それであのこの共通券が4件共通券がついてるんですよ、その増酒列車とかいろんな料理列車に、でこうついたらぐるっと回れるもんだから、それで遊んだりとかして、なのでやっぱり外の方の方がよくご存知ってことですよね。そう、うん、そうですね、知らなかったです。そう、うん、あのね、あれどこなのか、おもちゃ博物館みたいなところがあるんですよ、ブリキのおもちゃの。ありますね。ね、大正島の方にね。そうそう、はい、あれも、はい、行ったことないです。すごい。近くじゃないですか。そうです。すごいですよ。あれ2回、3回ぐらいもなんかあったかな。結構ね、そうそう、友達と見ながらあだこうだって喋ってると時間かかるぐらい、もうとにかくたくさんのものが置いてあるので、あのロマン館のさっきあの言ってたあの楽器、オルゴールとかあの楽器もすごい種類があるので、あだこうだ言ってると本当時間がすぐ経っちゃうぐらい、すごい、あの博物館としてはね、あのすごいいいと思います私。あ、残念だなと思ったから、みんなが来てくださらないのがね、もったいないですね。もったいない、あの喋りながらでいいので、お友達とその真面目に見なくてもいいと思うけど、一回連れて行ってもらいます。そうそうそう、うん、めちゃくちゃあのいろいろね思い出してね、一人で入るのどうかなとか思いながらいつも、うん、あとね、あのあれ海藻法センターってできたんですよね、お医者さんのところ、ね、はいはい、あそこも、うん、もう思い出のもうすでに解放双方かって感じなんですけど、もうレコード版とかね、あの歌謡曲、昭和のね、もう全部が懐かしいようなものがあって、あ、外までしか行ったことなくて、もうぜひぜひ、もう一人じゃちょっとつまんないんだけど、そうそう、お友達とたちね、ものすごいいろんなことを思い出、本当に回想法なんですけど、あの楽しく、うん、過ごせます。わかりました。うん、また。なんでよそ者がご案内してってますけど、はい、いやそれぐらい本当にもう、うん、あの浦島太郎状態っていうか。たまに帰ってきて、こうなってるの、こうなってるの、見るとこ見るとこ、ね、飾ってますもんね。そうなんですよ。じゃあ、あの広場も変わっちゃいましたね。あのロマン亭の前の広場がね、びっくりですよね。あれはね、明け伝えカレンダーの工場でしたからね。ですよね。ちょっと暗いイメージでしたけど。暗いね。そこは広いところだったからね。そうです。そうそう。はい。そうだね、無理やり。ありがとうございました。本当に話もなくてすいません。ありがとうございます。郡山でも YouTube なら見れますので。あ、そう。検索の仕方また。あ、これ、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。だけは出ませんけども、違う。マスクはいいのか。あ、マスクいいです。ありがとうございます。無理言って本当に申し訳ありません。私はお初にお目にかかりますけれども、はい。お初でございます。明智町の有名人ですか。いや明智町の方、貧乏人だ。この方知らんかったら、あのモグリ、モグリ、明智のモグリになっちゃう。あ、そうなんですか。はい、皆さんよくご存知の方で、ね、では、はい、改めまして、次のゲストはですね、明智駅前の、マルマンスポーツの、うん、まあ通称マルマンさん、うん、梅村五蔵さん、はい、どうも。うん、もうね、僕よりもね、父の代からお世話になっておりますので、ね、なんか五蔵さんちに僕のなんか親父の箸が、なんかご飯用の箸が置いてあったって話を、なんか昔からよく聞きましたけど、入り浸りって言ってました。そうなの、ね、酒の魚にさらばいた。あ、そういいですね。無料の虫とでね、いや、
そうなんですか。塩がちょっとあれば。いいですね。なんかね、ちょうどあれですよね。あの秋津大会勤めてたので、あのすごくあの近かったし、なんでまたよくわかんないですけど、なんかそういうつながりがありまして、はい。そうですね。あ、ちなみにあのちょっと今日現物ではないですけど、今日は梅村さんにはこのお話を伺いたいと思って、八王子神社の、はい、お札ができたんですよね、八王子神社の。そうですね。このことについてちょっと語っていただけませんか。あ、そうですか。はい。あの今半期内ってことだったんだけど、はい、実はキリンが来るっていうのが大河ドラマで、はい、昨年度ありましたね。うん、昨年度から再来年ですね。はい、うん、そこでキリンが来るが来れば平の世が来るということで、うんうん、まあキリンっていうのはその中国から言う、うん、要するに常住というかね、うん、でそれをこの明智光秀の子孫が、うん、この明智東山なんです、うん、でその方が4代の東山家4代の惟継という方が、うん、この八王子神社を再建したんですね、うん、でそれはなんで再建したかというと武田信玄が燃やしちゃったり壊しちゃったりするから、うん、でそれが壊れたままでおったからこれまでいかんということで1676年に再建したんです。でその時に自分が先祖から言われた明智光秀の麒麟が来るっていうのを掲げようということで彫刻を彫ってね、うん、まあ彫刻紙に彫らして、うん、これを3体まあ似たような違うけどね、うん、3つ要するに、あそこの本殿に掲げたっていうそうなんですか。でこれを、うん、まあ朱印状さっきあるけどそれをね拝んでいただけば、うん、平和な世が来る、今の薬病だとかね、うん、そういうのも収束するだろうということで、うん、それを今販売しとるところです。へ、うん、だからこれすごいね、ちょうどこれよくこんな400年前にね、これをあの、うん、色が美しく彩色されて、うん、なんか、はいはい、日光東照宮みたいな感じですかね。その当時と同じね、うん、時代に作ったやつ。ああ、そうなんですか。日光東照宮は年間何百万人も観光客来ておさい銭流れると、うんうん、ここはそんな何万も100人ぐらい来たらかもしれないけど、だから、うん、ちょっと色落ちておるけどね。そう、これキリンなんですか。キリンで羽が生えてるから飛竜ってね、海軍が飛竜という戦艦を作った、うん、その時の飛竜、うん、銃で、うん、羽が生えてる飛竜、ねうん、ということで、うん、やったんです、うん、キリンビールのキリンに羽がありますね、ついてましたね、うん、で足があったね、うん、でまあキリンは一晩のうちに何百里と走るというね、まあ創造的な動物ですけど、うん、まあこういうものがここの田舎の明智にあったよ。もう全然知りませんでした、ねね、こういうこと、ね、これ角ですか。角、角やね、角、はい、ね、牙がある。だから日本人というのは昔からこういう怪物というか、うん、あの昔は想像上の動物がね、うん、あの小物になるとこのなんていうかな、獅子舞がこうある。あ、はいはいはい。だからあの新潟とか東北の方行くとうちのこの生ハゲみたいな、うん、そういうものが現れると、うん、こういうね、うん、平和になるよ、うん、で株つかれると頭が弱くなるよとかね、そういう生まれがあるよね、うん、昔からね、日本はね、うんうん、だから日本っていうのはまあね厳しい時代だから、かえってそういうのに憧れとるかもしれない、うん、なんとかこう平和になったり幸せになる、うん、ということじゃないかなと思うよね、うん、もうなんか今の時代にもぴったり望みたいところですね。ぜひこれをね、うん、皆さん買っていただいて八王子神社に参って、はい、これは八王子神社で、うん、あのあれですか、これはあのお分けしているそうですね。それとから今の丹所村の案内所、うん、はい、とここの佐保さんでも扱っていただいてます、はい、ここでもね、はいはい、ということは八王子神社とそれから、大正村の観光案内所は、ロマン亭の
の横にあるところですね。そうですね、はい、はい。はい。で、宮司さんがお祓いをしてね、このあれはご利益あるよということでお祓いをしていただいて、で、お分けをしていただきます、ね。はい。ちなみに、いただくにはいかほど必要になりますか？あの安いもんでね、1枚500円です。あ、500円で、ワンコインで。ワンコインで、500円で。かなり安全、薬病の払いができれば一番いいかなと思います、うん、はい。できればね、八王神社もね、ね、お参りしていただいて。あのそうそうそう、ぜひこう肉眼で拝みたいものでございます。そうそう、はい、これのね、あの90センチの8メーター中の大きいやつをね、表にバーンと出させていただきます、ね、うん。常頃はね、あの八王神社の境内の中は、うん、畳が敷いたってね。はい、まずそのところはまずないんです、神社に、はい、でなぜかというとね、遠山の殿様が江戸から来た時に初めてそこで畳の上を歩くと、だから僕ら平民ではそこに入れないんです、うんうん、だからお稲さんでも代理様とかいろいろ畳の上になってもね、だからそれと一緒で、ここへ来た時に初めて殿様が畳の上を歩いてめちゃめちゃ格の高い神社ということですよね。そうそうそう、金平社ですからね、うん、あ、そうなんね、そうなんね、そうですか、素晴らしい。だから僕ら平民見えないから、わざわざそういう大きいものを作って社殿の前に、そうなんです、うん、出したんです。この、まっとこの通りですね、一回見ていただくと、はい、もうぜひぜひ、はい、うん、去年の12月の、ね、26日に一応完成してね、出させていただいたんです、うん、ぜひ、はい、見ていただきたいなと思います。はい、皆さんもぜひ、はい、なんかいろいろあれですよね、あの梅村さんは、うん、あのスポーツのね、当然あの生業として、うん、あのいろんなねスポーツの関係のこともいろいろ、まあいろいろ仕事上お詳しいですけど、こういった明智の歴史のことについてもすごく詳しいですね。ありがとうございます。あの、ちょっとあんまりね、この明智についてのことについてあんまりあっちの神のね方々とあんまりあの競わせてなんかねこう論争になってはいけないですけど、やっぱ明智についてはやっぱり明智の出身ですか？そうですね、明智出身でそれを信頼してるけどねまあいろいろ諸説いろいろあるんですが、やっぱり明智についてはこの明智町で生まれたと言われてるし思っております。で、まあ、その理由っていうのはいろいろ あるんですが、とにかくいろいろなのそういう証拠っていうかね、そういうものがいくつもあるんです、はい、でそれともう一つは一番大事なのは、明智光秀のお父さんの弟が時光康、明智光康、その人が明智遠山を名乗ったんですね、うん、そのお墓がね、あの門野の、うん、ちょうどこの経営者の、うん、門野の、ね、安住寺というお寺にね、安住寺ですね、はい、で三つ安という安は、うん、の安住の安住をつけて安住寺になったので、うん、だからそういう時に自分 の名前も入れてお寺を作ったんでね、うん、だから間違いなく、うん、次ではこの明智で生まれたよということになります、うん、はい、そうやって考えると、あの門野にある安住寺っていうのは、うんうん、非常になんか歴史的な役割ね、そういった時代から、うんうん、例えばあのもうちょっと時代がこう後になって、うんうん、明治時代っていうか江戸時代に山本放水も、うんうん、あの寺子屋安住寺 の、 あのご住職に、あのあれですよ、あの北斎、葛飾北斎の北斎漫画なんかをあの手本にしてあの絵を習ったっていう話を聞いたことあるんですよ。そうですね、だから江戸の殿様がこの地元の帰ってくる時に土産物としてね、葛飾北斎の絵を持ってきて、でお寺に安置しまって、そのお師匠さんが万博坊主にじゃあ絵を教えてってね、で絵を教えたって紙もないもないもんで、いろりの旗で居場所で、ね、あ、こういう絵を描いたよということでね、だから安住寺は、うん、すごい歴史があってね、山本放水がね一緒に安倍地を盛り上げていきたいなと思ってました。今そういえば安住寺 の、 あの、うん、奥様はなんかいろいろ食文化っていうか、うん、なんか食べることにもいろいろやってみる ね、 ね、まあ、やってみえるっていうことを伺いました。あの奥里さんね、はいはい、
ね、そうやってあの明智の歴史を、うん、そのただ有名な人がこうやって出ました、例えばこの人が生まれたとこ、うん、この人のですっていうだけじゃなしに、その背景にあるものをきちんと知ると、うん、明智ってさらに楽しい場所になりますよね、うん、面白いね、うん、ですね。だから大和温泉が世に出て、伊藤博文の肖像画だとかね、いろいろ書き出すときに結構お金も裕福になったりするので、うん、まあ近くの下田歌を、うん、東京実践女子大を作った時に資金を援助したりね、うん、あ、そうそうです、そうです、うん、あのちょっとね今名出てくるなんとかがっていうね、あのそれ去年ね、あの実はあのその作品展を東海市の、うん、あのところでやったんですよ、うん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 、確か大和放水と下田子 の、うん、あの関係してる、うん、その、うん、作品展を、うんうんうん、そう、そういう時代に関わりがあったんですよね、うんうん、青天を衝けっていうね、うん、昨年度あの大河ドラマやった時、はい、渋沢さんの、うん、渋沢さんの、うん、その時 の、 あの岩崎弥太郎っていう、うん、三菱の、うん、あそこが結構ね、うん、その大和放水の絵を持ってましてね、うん、で十二支の絵ね、あのレイ・ウシトラウムの達人、その絵を描いたりね、うん、でこれは朝日新聞ですが、朝日新聞に虎の絵を描いたのが朝日新聞に載っとったけどね、うん、うん、あのすごい、ああすごいなと思ってます、うんうん、じゃあその、うん、油絵に行く前の、あの基礎の部分を築いたっていうことですよね、日本画で、そうそう、なんかね、大和温水の絵なんて、この里帰りした時になんかあのお酒飲んでそのお礼にピピッとなんか障子に書いたやつとかみんな言うので、あそんなどこでもあるわっていうもんで、うん、あるのかなと思って聞いて回るとなかなかないんですよね、ね、そうやって言うけども、うん、実際には言われるよね、うん、だからからかみに書いたとかね、うん、猫を書いたとかね、うん、虎を書いたとか、うんうん、なかなかね、まあ、あれば欲しいなと思う、ね、いやみんなね、あるあるっていうのでね、聞いてもらったんけど、あるある詐欺やったね、あれなかったね。でもそれこそあの野市にある山本さんのね、伺ったことあるんですけど、うん、ほとんど県の美術館にあるって、うんうん、あの実物置いてあるとやっぱ心配だし、うん、あのそんな ないですよって話したけど、うんうん、まあ、あの飛しをもう乙女かね、はいはい、あればあったね、うんうん、あれは県行っちゃったね、はい、だからあのそこの和尚さんの絵を描いた絵も今県に行っちゃったね。そうなんですね。その2つはあのそこの実家の八乙家にあったんよね、うん、だからあの今八乙放水のね漫画をね作ろうかと思って、うん、あぜひぜひ、ね、でそれを、うん、脚本はね伊藤勝彦先生に、おおはい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 、絵はね今その八乙放水の、うん、血のつながる人に描いてもらおうかな、うん、あのここだけの話ですけどね、野市の山本さんってみんな絵上手ですよね。上手だ、すごい。そんな個人情報になるかもしれないけどね、うん、上手。上手だ、本当にね。僕、うん、聞いた話やけど、その山本放水の今の娘が見えるけどね、その中学の1年生ぐらいに写生大会っていうのがあって、うん、でその河原でみんな写生しとるんだけど、その子だけね、その川の水がね、普通は水中と青いこう描くんですけど、透明な水だ。え、今あそこに、あそこの、うん、あれ？あ、そうやね。ちょっと名前言っちゃったけど。委員長。だからそういうセンスっていうかね、う思いつかんさ、水っていうのは透明かな、確かに透明だな。うん、だからそういうことがね、うん、違うしょから、まあそういう。みんな血のつながってる方、みんなの絵が上手でね、うん、どういうことだろうなって、ね、まあそういう人がね、この明智から排出されたということは、うん、誇りが持てるかな、うん、いやそれと、うん、あのちょっとまた時代がまた、うんうん、あの割と新しくなりますけど、うん、あの僕は岩村中学校であの、うん、加藤真人先生に習いましたよ、うん、あのね、うん、今でもあの岩村の何軒かのお店のあの包み紙は多分真人先生の絵をね、うん、あの使ってらっしゃったり、うん、あるいはその息子さんがあれじゃないですか、うん、あの歴史の本を確かあの明智の西洋の出始めっていうのをね、はい、書かれて、あの
出してるね。ね、ね、そうやって考えると明智のね、うん、まあ伊賀村とかね、まあ、まあそれぞれの地域のまた歴史は歴史としてあるんですけど、うん、明智の歴史っていうのはまたいろんな角度から見ることできたり語ることできたり、いろんな方がいらっしゃるじゃないですか。そうやね、うん、それをちゃんと噛み砕いて説明してくれるのがこの梅村五蔵さんという。いや僕も聞いた話ばっかりですよ。まあ明智の大正村が三十何年になるわね。でその時に岩村と明智とはね、いつもこうお互いに切磋琢磨する。で明智が何で大正村はここに喝采されるんだ、岩村を何とかするんだ。今の加藤先生がじゃあ岩村は800年祭を作ろうか。あ、そう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 。で加藤頼朝の孫というか家来がね、重臣が加藤海賀戸っていう人がね、うん、言えば、うん、それから800年だ、うん、じゃあそれをやろうか。で、あそこの町が結構ね、そういうことで盛り上がったと思うんですけどね、うんうんうん、まあその時期と ほぼまあ同時期に、うん、あれですよね、澤田正治さんでしたっけ。そうそうそう、ね、あの方がこの明智っていうのをこう写真をいろいろ撮りに来て、いろんな地域の人と交流する中で、ここ大正村構想っていうかね、そうそうそうあったんですよね、確かね。その明智の人もどこともそうやけど、大正の構想を作ろうかった時に、そんなものこの何もあらへんがねしね、見せるもんない。で沢村先生が、いやそのないのがいい。だから物じゃなしに心を見せて、おもてなしの心を見せれば大正村の心やるっていうことでね。でそうか、なくてもいいのかったらなくてもいいって、して大正村構想ができたっていう、まあ、そういうことだと思うけどね。どうしてもね、観光というものについてはその浮き沈みがあったり廃れ廃りがあったりするので、まあ一時ね、バーンとこう盛り上がってもこうね、どうしてもこうちょっと規模縮小になっていっちゃう時代もあるんですけど、そこを何とか乗り越えてこれからの明智日本大正村があるというふうに、ね、このコロナもちょっと大変でしたけど、これからのまた日本大正村をねやっていく上では、まだまだ五蔵さん、いやいやそんな頑張ってもらうと、いや、まあ、引退しなかった。いやまだまだこれからですよ。ぜひぜひ、ね、今日はもう無理やりなんかね、もうちょっとね、1年ほど前やったから、実はねちょっと体の調子ね、ちょっと崩されてた時あって、ご自宅の前でね歩いてらっしゃるのを見て、うわーこれは大変だうわーと思ったけど、最近あ車運転しとらせるわと思ってあ元気になられたと思ってちょっと安心しました。もう家族からね、運転したらあかんって。あ、そうですか。誰に事故当てるか分からない。なんかね、僕がね、20代の頃からね、梅村さん、丸丸さん見とるけど、全然なんかあんまり変わってないですね、イメージが。ということはあんまり知能が果たせない。そんなことはどうだ。若いっていうことでしょ。もうなんかね、このまんま、うん、うん。要はね、バスケットの教えた子たちもね、あ、あれちょっと変わっとらんに。いや、本当は生きたかせっかなって。バスケットね。もうね、いろんなスポーツの分野でこの地域の、まあ、ただね、道具を売るっていうかね、その商品を学校に納入するなんてだけのことじゃなくて、そう、スポーツ、この地域のスポーツにも非常にね関与されて、非常にね、教育的な指導ね、みんなね、はっきり言うけどね、明智の人ね、いろいろ大変だけど、割とね、冷静。あんなこと言っちゃってますけど、大丈夫です。で冷静に、本当に、そう、教育的に、ちゃんと子供たちに、接してくれて、本当、ずっと、もう感謝しても、しきれんぐらい感謝してますよ。いや、とんでもない。指導者にね、部活のバスケットの顧問だって。おピピピピプレッシャーをちょっとこう、後ろからピピピ。いや生徒になかなか言うとね大変だもん、まあ先生が表に出てやるのかね、これは本当の姿だと思うわけよ、今はねなかなかそういう時代じゃないしね、社会人コーチとか、そういう時代になっちゃったんで、今の子供も大変だし、ね、これから少子化になってくるのはどうなのかなと思ってね、まあね、でもね、できれば、明智には明智の良さがあり、山岡には山岡、岩村には岩村、上柳には上柳、くしゃらにはくしゃら、それぞれ県南の良さがあるので、
あんまりね、人数が少なくなったからといって全部ひとまとめにね、何でもまあみんなでやればいいやっちゅう風はちょっとどうかなってね、そう思うね、思わんでもないね、うん、いや僕は特に思う特に思うそう、うん、ね、その町の文化を大事にして、その町の教育を大事にするっていう視点でね、いろいろね頑張ってもらえるといいなと。そうですね、うん、ぜひぜひ、あの行政の方もね、うん、まあ、いろんな分野の方もね、うんうんうん、これ以上言いませんけど、ね、うん、本当に考えてもらえるといいなというふうに思ってますね。はい、いやー、本当すみません、この足元悪い中で、ね、来ていただいて、もう時間の許す限りゆっくりコーヒー飲んでてくださいよ。ありがとうございます。梅村小僧さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。この番組は一般社団法人エナ健康生活支援隊の YouTube 公式チャンネルでもご覧いただけます。また放送日の週の木曜日午前10時からもただいまご覧のチャンネルで再放送をお送りいたします。それでは次週も日曜日夜8時はち
ちょっとホットタイムをお楽しみに。今日のナビゲーターは山内詩恵でした。